シュタンザーホールンを南西から望むシュタンザーホールン線のケーブルカーシュタンザーホールン線のロープウェイシュタンザーホールンはスイスのニトバルデンジュン州にある標高1898メートルの山である。ニトバルデンジュン州の州都シュタンスからケーブルカーとロープウェイを乗り継いで山頂駅まで上がることができる。山頂駅の標高は1850メートル。山頂からは フィアワルトシテッテコをはじめとする中央スイス地方の湖とスイスアルプスの山並みの景観が広がる。2012年に中間駅のケルティケルティと山頂駅を結ぶロープウェイが更新された。新しいロープウェイは世界初となるオープンデッキ付き2階建てのキャビンでカプリオと命名された。上層デッキからはガラス窓などに遮られることなく、 周囲の景観を見ながら移動することができる。シュタンス・ケルティは1892年から1893年にかけて付設されたレトロなケーブルカーである。それに対し、ケルティスタンザー・ホールンカは世界最新のロープウェイと時代の異なる2つの山岳交通機関に乗ることができる。運行は例年4月中旬から11月中旬で、当期は運行停止。 山頂には回転レストランがある。ありがとうございます。